はい、皆さん、こんにちは。ダイタルです。ダイタルのスマッシュブラザーズスペシャルやろうぜ、みんな。さあ、今日はね、もう、キャラクターまた変えていくんですけど、立ち上がりランド終わってないキャラクターはまだまだいます。めちゃめちゃいます。前回2キャラ終わらしてね、かなり進んだと思ったんですけど、まだまだ見てください。ドーンとね、上は綺麗に終わってるんですが、下が全然綺麗じゃない。ですが、今日も下の方の綺麗じゃないところを埋めていこうと思います。この列がまだ1キャラも終わってないよね。誰かやろうかな。クラウドやるか、クラウド。かっこいいし。乗り物興味ないね。ファイナルファンタジー7ね、リメイクが、出るっぽいので楽しみですよね。よし、では行きましょう。イケメンキャラクター、クラウド。行ってきます。結構クラウドって強キャラですよ、強キャラ。ね、コンボとかは結構難しい。投げ込んがなかったんだっけ、確か、ね。結構そんなキャラクターなんですけど。まあ、普通にいて。で、必殺技関係と空中攻撃とかが強いからね、こんな風に。ほら。うえーい。クエスマッシュよし、まあ、とりあえずええ感じにお手玉にしていきましょう。ウエスマッシュ、いや、やめろ。でスマッシュがとかね、前作はもっと強かったんだよね、確かクラウド。でこれでもちょっと弱体化したっぽくて、うわすげえ。ウェイ、さあそろそろやれるかね、限界を超える。いくぜガレオ転生。やっぱリミットブレイク強いわ。というわけで、まずは1勝目、ナイスプレイ。0.7。でも1戦目にしては結構手こずったね。さあ次、フォックス&ファルコ。興味ないね。そうか、さっき大地の汽笛のね、記者たちで、よいしょ。で、今回は、あ、この、なんていうの？俺、アーウィンしか名前わかんねえ。ほら、さあまずフォックス撃破。ほら、帰ってくんな、こいつ。帰ってくんな。おいでやすースターフォックス、アルフォックス、ファルコ撃破。スターフォックスは難しいゲームだからな、みんな。よし。乗り物他誰がいるだろう。全然想像つかねえ。はい、次。あ、ね、戦艦ハルバート、メタナイト。よし。なるほどね。なんでハルバートのステージじゃないんだろう。あ、ここハルバートか。え、よいしょ。メタルギアのとこかと思った。違うな。メタナイトのステージだ。よし、俺終点以外でやんないからね、全然わかんなかったわ。さあ、カモンベイベー。うわ、出た。おう、え、メタナイト。何事故死ですやん、あなた。ええけどさ。よし、ナイスプレイ。0.9 も増えたぜ。はい、次。うむ。マリオ、ヨッシー、ピーチー。ねえ、これ、マリオ、64の船ねえ。よし。危ないよ、君。あ、これ、バトルロイヤルか、これ。よし。さあ、マリオからやっつけるか、俺は。ね。いや、みんな暴れすぎ、みんな暴れすぎ、ほんま。よし、俺狙わんといても、ほんと。スライディング。限界超えてる、今。限界を超えた強切り。よし、マリオ撃破。よし。早くやっつけたい。喧嘩しろ、もっとお前ら。なんで食べてんの？危ないでしょ、俺。待って。やばい。よし、やめて、こっち来ないで。こっち来い、ほら。さあ、よし、撃破とピーチ姫だけ。ピーチ、事故ってくれ。ピーチ、事故ってくれ。くそ、事故らんか、お前。ピーチ、硬いな、お前。やめろ。くそ。ほら、空中前攻撃。苦戦したわ、ほんま。顔が見えない。クラウドの剣ってでっかくてかっこいいよね、ほんと。でもすごい重そう。もっと細くできへんかったんかって思うけど。さて、本気度が紫になりました。キャプテンファルコン、あーね。キャプテンファルコンも確かに乗り物だ。誰出てくるかちょっと予想してみてよ、みんな。もう全然予想つかねえ、ほんと。マザーシリーズ乗り物わかんねえし、ゼルダの伝説系は乗り物ないでしょ、多分。エポナ。ステージであるキャラクターってことがでもやっぱそういう。まだ俺負けちゃう。まずまずい。ガリオ転生も当て損ねた。まずい。蜂向こうに行け。よし。いいよ。この調子や。くらえ。この謎の剣。紫。光った時に切ればいい。ほら。硬いよ、お前。剣で攻撃。食う前、何？待って、ウニは怖いよ。ラオー！ラオー！
ウニ刺さらんかなこいつ。さあめちゃめちゃ苦戦してる。さあ、あと、やっつけろ、やっつけろ俺は。やべ、スマッシュ、やべ、ダッシュアタック、死にたくねえ。なんでだよ。リミットブレイクダメよ、食らえ。やべ、避けられた。よっしゃ、クラヤーデスソード刀持っててよかった、二刀流や。うさ耳かわいい。いや、マジ負けるかと思った、今の試合。いや、0.3 でしゃあない、しゃあない、今のは。負けんかっただけでもよしとしよう。さて、次は、ね、ウルフ。興味ないね。ウルフ、ね、君出てくんのか。よし。じゃあ、攻撃。さあ、ちゃんと戦いましょう。いつもちゃんと戦いますよ。指示くれ。うれ、やめろ。これ、あ、道具いらねえ、道具いらねえ、これ。よし、スマッシュ、うまい、ガーキャン、ウエスマ。後ろ当てて、ダッシュアタック、踏まえ、メテオ入らず。メテオが入ったら美味しいんだけどな。リビットブレイク、食べましょう。たまった。ほら、限界を超える。え、勝ち？俺の、よしよしよし。ガリオ先生、見事的中。CPU 相手だったらガリオ転生のね、オラオラプレイでいけそうですね。ちょ、待って、これみんな。これね、クラウド、ノーコン、ね、普通にこのままボス倒したらいけると思うで、みんな。クラウド足早。クラウド足早。ね、足早すぎやろ、君。ね、待って、嘘、嘘だろ。そういうプレミアル？ねえ、まあいいや、スコアじゃないよみんな。興味ないね、スコア興味ないね。俺が求めるのは 9.9 だけ。いきましょう、マスターハンド&クレイジーハンド。何の攻撃が一番ダメージ効率いいんだろうな。ねえ、痛い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 。上スマッシュとか空中攻撃。わお、刺さんないで。上スマッシュ、上スマッシュ。画面狭い、画面狭い。さあ、まずは1体撃破、2体撃破、横スマッシュ、強攻撃。よし、いいよいいよ、おいしいおいしいおいしい。待って、すげえ減ってる体力。待って、俺も死にそう。すげえ減ってる、俺もすげえ減ってる。待って待って待って、見え見え見え、痛い痛い痛い。とらわれの大たら。上スマッシュ、上スマッシュ。よっしゃー、逃げろ逃げろ。もう一回なんか変なことして。何、パンチずるいよ、そういうことすんの。ウエスマッシュ、ウエスマッシュ。よし、あ、一体これやっつけるやろ。ねえ、まずいよそれ。限界を超えてる俺。強攻撃、空振ったー。ガーッ、生きてるまだ。やっべえこれ。さあ、一体撃破か。またリング、リング。うん。何、デスボール、やめろ、やめろと。最悪やんそれお前。ボール避けてたらさ、パンチ飛んできたんやけど。さて、撃破かな、これで片方撃破。もう一体も、よし、あと一発。くっそ、ゼロパーやねんから、おまけしてくれ、ほんと。めっちゃ悔しい。はい、というわけで、クラウドでした。ね。いや、もう、これ、名誉 9.9。だいたいいつもこのスコアだよね。お、これ 9.9 いけんじゃんと思ったらさ、ラスボス勝てないっていう。はい、というわけで終わりでーす。これ、召喚獣誰だ。バハムート。ね、ファイナルファンタジーシリーズはね、俺あんまやったことないんだよね。8、8、9、10 だけかな。うん。あ、4もやったことあるわ。ほう。うん。いろいろやんなきゃな。さあ、クラウドのフィギュア獲得。うれピッピ。よし。まあまあ、今回こんなもんでしょうか。スコア多分ね、ミニゲーム失敗があるのでね、低いと思うんですよ。低いな、そこそこ。まあ、ジョーカーよりも低いよな。完全低い、低い、低い。ね、まあ。ロックマンと同じぐらいでしたね。オッケー。ではね、次回、また、まあ、いろんなキャラ使っていきましょう。では、おまけ。
クラウドの使い方について説明しましょう。まあ、クラウドはね、剣を持ってるキャラクターで、攻撃の範囲も広く、判定もね、結構強いキャラクターです。ね、各種攻撃もね、よく強くて、特に空中攻撃がね、すごい強いっていう印象のキャラクターです。ダッシュ攻撃もすごく強くて、これ判定がね、上の方にもだいぶ広くてね、で空中に降りてくる相手というか、ね、着地してくる敵をね、狩るときにもね、これ結構使えたりします。で、空中前攻撃がメテオ。こんな感じ。はい。で、クラウドでやっぱ特徴的なのが必殺技なんですよね。下 B のリミットブレイク、このゲージが溜まります。ね。これが満タンになると各種必殺技が変化するって形です。まずは必殺技見てみましょうか。B。これ強いよね。牽制してるだけでうざい。ね、7% 稼げる技で、ね、結構ね、空中でも打てますので、割かしうざいやつです。はい、次、横 B。横 B で強攻撃。こんな感じですね。強。ね、ちょっとリミットブレイクは解除。ね、強攻撃、ね、敵に当てると2画目書きます。強、ね、横 P を連打初期は出ます。パーセントが結構ダメージ高くてね、いい技です。で、次、上 B。上 B 復帰技ですね。で、復帰しつつ攻撃するみたいな。ね、クロムとか、アイクとかみたいな感じかな。で、その下 B です、残りが。で、各種リミットブレイク見ていきましょうか。かなり性能が変わります。で、通常 B 攻撃いきます。ドーン。もう、パーセントゲージの稼ぎがすごいです、これ。22% 一発当てるだけで、当たりますので、これは敵にね、ガツガツ狙っていっていいでしょう。はい、次、横 B、強攻撃。これもすごい！かなり吹っ飛びがね、威力上がりました。で、32% ぐらいのダメージを与えられる。強い技です。さあ、次、上 B ですね。上 B はね、どっちかというと腹筋に使います。すごい高くまで、切り上げます。ので、腹筋の時にね、もう残念ながら上 B 使って腹筋っていうことを使うことが多いんじゃないですかね。じゃあ最後、リミットブレイク中にね、下 B 出すとガリオ転生って技出すんですけど、あとリミットブレイクの注意点があってね、15秒経つと自動的に切れます。ね。なので、ほっといたら切れちゃうので注意しましょう。なるべく早めに打つことが大事です。では、下 B いきます。ドン。ブレイク！ 1% しかダメージは通らないのかな？だけどね、かなり吹っ飛びます。そこだけちょっと覚えておくといいでしょう。本当に、あれでバースト狙えるって言ってもいいレベルです。さあ、そんなところです。クラウドは特に投げコンボとかはありませんのでね。まあ、空中上げてね、うまいことやっていくみたいな感じでいいんじゃないですかね。後ろ投げからのダッシュアタックとか。ね。前投げ、ね、してダッシュアタック。このあたりかな。でも、コンボではないので、で、繋がればラッキー程度で見とくといいでしょう。クラウドは投げ性能はそこまで高くないんです。さあ、よくあるコンボ行きましょうか。上強、ね、上強お手玉からの空泳みたいな。これですね。これよくやりますね。クラウド上強当てたら相手が逃げ切るあたりまでやってから上強で締めていく。で、あと空中でお手玉うまいことしていくって感じです。はい、次です。クラウド、下強攻撃がスライディングで、これかなり強いですよね。相手の攻撃をかいくぐって、相手に攻撃を当てるっていう技で。で、相手を浮かびます。で、そこを、ね、上強攻撃だったり、空上だったりとかで繋げていくといいでしょう。パーセントに応じて、ね、よいしょ、空中上攻撃だったりとかで、うまく迎撃するといい感じです。だってあとは低パーセント時によくあるコンボがね、空炎を一発当ててからみたいなコンボが多くて、空炎当ててから弱出し切り。ね、空炎当ててから横強攻撃みたいな。こんな感じで、空炎を低パーセント時に当てたら、いろいろ狙えるって思ってください。でも、パーセントね、ほんと 30%、40% 溜まってくるとこのコンボ使えなくなってくるので、ね。なんだろう、覚えておくとまあいいかなっていう感じです。まあ弱出し切りが一番脳みそ使わなくて楽だと思います。さあ、またあと低パーセント時、空炎じゃなくて空前当てた時もね、同じく弱出し切りとかも、ね、空前当てて、空前当てて、下強攻撃とか、そんな風にね、いろんな感じでアレンジできますので、ね、よいしょ。クラウドはとっさにどんな技を出せるかっていうのが大事だと思ってるので、皆さんもね、クラウドは多分使い込めばどんどん強くなってくるので、ガツガツ練習してみてくださいませ。よし！それではこれで終わりましょうか。クラウド。ね。いや、割とね、俺、前作、強キャラって聞いたから練習したんですけど、上手くならなかったので。結構センス問われるキャラクターですね。皆さんも使いこなしてみてください。ほら、空飛んでんですげえ。